スすだれがかかった入り口の向こう側が、売春宿であるミヤリテキサスは、ソウル特別市城北区か木き国道88番地位帯の、性売買密集地域を有続賞である。1960年代末当時ソウルの代表的州小村だったヒホラと小路3階の州、小村の閉鎖で、性販売女性たちが、下月国ホラ正しりを川辺に流入して形成された。 1980年代に、韓国の経済公共と、第五共和国の夜間通行禁止解除措置で、売春をする男性たちが、んに訪れるようになり、清涼佐と588、千古道テキサスと共に、ソウルの三大障害として発展した。2004年9月23日、産業政府により性売買特別法が施行されて、以後、政府の集中取締りにより、 この地域の売買春営業は大幅に衰退した。2003年11月18日に、ソウル市によって、近郊発展促進地区に指定され、売春業者をすべて立ち退かせた上、商業施設や文化施設、住宅団地などを建設する再開発計画が進められている。テキサスという名称の確実な由来は不明である。ただ、 遊郭の歴史という本によると、下月国道や千古道の売買春業者が、米国の西部劇映画で描かれた、1階で酒を飲み2階で、売買春を行う18世紀の居酒屋に着眼し、既存の死生涯と自分たちを区分するために、自らをテキサスと呼び始めたことに由来するという。この地域は、行政区域上、城北区か月国道に位置しているが、宮という名前のため、 いよいよアドウと、よく混同される。いよいよアドウとミアリテキサスは、最短で2キロメートル離れており、直接的な関連は、全くない。一方、この地域の近くの厚いド堂と、基地運堂の間には、ミアリ峠という地名がある。このため、この地域に進出した、売買春業者たちが、客を呼びやすくするため、人々によく知られた地名を借用したものと、推定される。 吉尾ニュータウンと月谷ニュータウンの間に位置した大きい台形のこの地域には複雑な路地に沿って主に3階程度の建物がびっしり並んでいる。新入路は、正位は十字路の方の入り口を含んだ14箇所に余る小さな新入路があるが、皆久しで覆われている関係で簡単には目につかない。周辺地域の開発状況とは対照的にこの町内には老朽化した。 建造物やや劣悪な建築物が密集しており、消防車が侵入できる道路も全くなく、火災に弱い構造となっている。近くの内部循環路の高架橋に遮られ、日照量が不足し、湿気が多いなど、全体的に劣悪な環境にある。ありがとうございます。